て、日本郵便株式会社が持つ人材や物的資源を有効活用し、住民サービスの向上を図ろうとするものです。この日は日本郵便株式会社東海支社の関係者が東院町役場を訪れ、協定式が行われました。はじめに水谷敏夫町長が、コロナ禍でこの2年間町のさまざまな活動やイベントが開催できなかったので、今年は一歩前に進める年にしたいと考えています、より良いまちづくりのために今後ともご協力をお願いいたしますと述べると、日本郵便株式会社北伊勢地区連絡会山川哲夫ほぼ郵便局長が、まちづくりや子育てに力を入れている東院町とこのような協定を結べることを嬉しく思います、今後またいろいろな事業に協力させていただければと思いますと挨拶しました。日本郵便株式会社と東院町は、これまでも災害発生における協力に関する協定や高齢者の見守りなど、町民の安全安心な生活を守るために連携を図ってきました。今回の協定ではさらに分野を広げ、パークゴルフなどのスポーツ大会を実施していくことで、地域住民サービスの向上を図り、包括的に東院町を支援していくそうです。